今回は宮崎県と鹿児島県の県境に位置する霧島連山から高千穂の峰の紹介です。標高1574メートルの高千穂の峰は霧島連山の中でも美しい山容が人気の山で、坂本龍馬が登った山としても知られています。高千穂の峰には複数のコースがありますが、今回紹介するコースは霧島連山の中でも人気なコースの一つです。なお今回の撮影時の天候がいまいちでしたので、過去に撮影した動画も使いながら紹介します。今回のコースの紹介です。今回は高千穂の峰のコースの中で最も人気の高い高千穂河原からのコースの紹介です。登山口となる高千穂河原ビジターセンターの標高は970メートル、高千穂の峰の標高は1574メートル、高低差は約610メートルで、歩行距離は6キロメートル弱のコースです。登山口を出発すると、まずは美しい樹林帯の中を歩きます。樹林帯を抜けると、お鉢までは急登を登ります。お鉢に沿って歩いて、一旦暗部へ少し降りると、最後の急登を頑張って登って山頂に到着します。山を歩く際は、登山アプリなどを使用して、常に現在位置を把握しながら楽しみましょう。また、初めての山を歩くときは、安全面や楽しみ方を教わったりするためにも、経験者やガイドに同行いただくことをお勧めします。では、装備のチェック、準備運動を行って、ゆっくりスタートします。山や自然を歩く際は、体が馴染むまではゆっくりと歩いて、息が上がりすぎないペースで行動しましょう。ここからは美しい霧島の森を歩きます。霧島の森には野鳥も多く、野鳥を探したりさえずりを聞きながら歩くのもおすすめです。この辺りの足元は石畳が敷かれて整備されていますが、濡れている時は滑ることが多いので、足元に注意してゆっくり歩きましょう。樹林帯を抜けると急登を歩きますので、少し樹林帯の中で野鳥の声や森の風景に癒されましょう。足元の石畳が終わると樹林帯が終わります。そしてここからは急登をお鉢まで登ります。樹林帯を抜けると視界が開けて、霧島の美しい風景を眺めながら歩けます。ここからお鉢までは急傾斜を歩いて登りますので、足元に注意して歩きましょう。火山帯らしい景観を楽しめるのもこのコースの大きな魅力です。慎重に歩きながら独特の景観を楽しみましょう。晴れた日には霧島の絶景を楽しみながら歩けます。
傾斜が緩やかになるとお鉢に到着です。お鉢沿いは緩やかな傾斜ですので歩きやすいですが、両側は切り立っていますので、風の強い日などは特に注意しながら歩きましょう。山頂まではもう一度急な傾斜を登りますので、体力に自信がない方はここで休憩して下山することも可能です。周囲の展望を楽しみながら歩けますが、先日の撮影の際はこんな感じでした。晴れている日は周囲の山や遠方の山までを眺めることができます。途中、馬の背と呼ばれる両側が切り立った場所があります。強風の時は特に注意しましょう。無理だと感じた時は安全を優先して引き返しましょう。馬の背を過ぎると暗部へ少し下ります。奥に見えているのが高千穂の峰の山頂です。暗部に到着です。ここから山頂までは急な傾斜を登ります。先日の風の強い日と晴天の日を交えてご覧ください。ここまで来れば山頂までもう一息ですので、無理せず頑張って登りましょう。傾斜が緩やかになるともうすぐ山頂です。高千穂の峰山頂に到着です。山頂からは360度素晴らしい展望を楽しめます。下山は急な傾斜を下って来た道を帰ります。山頂で景色を楽しみながら休憩したら慎重に下山しましょう。下山の時は転倒しないように注意して帰りましょう。下山後は麓で美味しいコーヒーをいただいて帰りました。山や自然の中を歩く時の注意事項は概要欄に記載いたします。初心者の方はチェックしておきましょう。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様が自然の中で素敵な時間を過ごせますよう願っております。不定期ですがまた次回をお楽しみに。